はい、本日は令和2年12月11日、現在23時50分でございます。埼玉県戸田市生態作員の黒瀬信明でございます。本日は、タイトルにもありますように、NHK の新しい会長には、立花党首をということで、私が、個人的に、次の新しい NHK の、会長には、立花党首を推す理由をですね、皆様に聞いていただきたいなというふうに思っております。今回のその、テーマに関してましては、NHK の新社屋を、のことを、テーマにさせていただきます。皆様もご存知だと思うんですけども、NHK の、ね、渋谷、放送センターですね、こちら来年の、1月、に着工予定になっております。こちら、NHK のこのね、新社屋の建て替え費用が、1700億円というふうになっておりまして、まあ、ものすごいお金なんですが、まあ、そもそも、今まで、この新社屋について、いろんな議論がされてきました。NHK の渋谷放送センターは、2万5000坪あるというふうに言われておりまして、この2万5000坪が果たして本当に必要なのかと。例えばこの2万5000坪っていう坪の半分を売却するだけで、新社屋にかかるコストダウンもできるし、ということで、まあ、そういった、議論がされたりですとか、例えば、一番最初当初はですね、この NHK の新社屋、建て替え費用に NHK が3400億円という試算を出したんですね。でその時に、まあ、あまりにもこのもうコスト費用っていうコストのそのコスト意識がもうあまりにもなさすぎるのでと、NHK に対してコストっていうものの意識を持っていただきたいということで、NHK は民営化をするべきだとかね、そういったいろんな議論が行われてきましたが、今回その新社屋の、立花党首の考え方にのちょっと動画を皆様にご視聴いただきたいなと思ってるんですけども、この、森山秀樹さんチャンネルの、森山秀樹チャンネルの、動画をちょっと使わさせていただいております。まあ、森山秀樹さんといえばですね、立花隆史書く戦えりという本を、書かれている方ですよね。まあ、いろんなところに、アクティブに顔を出されている方で、まあ、質問の内容とか、がですね、非常にキレキレだったり深い内容を質問される方で、一緒にいるだけで非常に勉強させていただける方だなというふうに思っております。インタビューも以前していただいたことがあり、非常に感謝しております。ありがとうございました。それではですね、そちらの動画、ご視聴いただければなと思います。どうぞ。NHK の新社屋を建設中だと思うんですけども、3400億円だというふうに報道されていて、スカイツリーが650億ということだったので、比べるとかなり高額だなと思うんですけども、いかがですか？あ、これはでも、外壁とかどうかとか、いわゆるその器だけじゃなくて、中の設備も込みなんですよね。で、NHK って今、もちろん潤沢に資産があるので、それをできるだけ、固定資産に置き換えようというのが、考えて、高くなるのが、NHK 側の作戦みたいなものですよね。でイギリス BBC なんかはもう基本的にはレンタルビルに入っているんですよ。まあ、NHK が自社ビルを持つ必要性ってどう考えてもないじゃないですか。普通に考えるとですよ。だから、だって自社ビルに入らなければ空いてる時間は他に貸せるわけですよ。NHK が持つと9条3項業務、まあ、今で言ったら16条、15条3項かな。そこら辺の許可を得ないと他に貸し出せないんですよ。だから、そもそもそういうような自社ビル持って自分たちの設備を持つこと自体が、それこそ関連会社があるわけだから NHK の株式会社 NHK 設備サービスが作ってそこに出資してそこが作ってしまえばいくらでもライブのそれこそ YouTuber が NHK のスタジオを使えたらできるわけですよね。だからそういうそのお金が高いか安いかっていうことよりもそもそもそういう自社でそういうビルや放送機材の固定資産を持つことが大統なのかどうかところから国会では議論をしなきゃいけない。ただまあ我々は残念ながらその議論をする総務委員会には議席を、まあ、委員席を持っていないので、そのために、選挙で勝つしかない、まあ、議員を増やすしかないということで動いているということですね。はい、動画をご視聴いただきましてありがとうございました。皆様がどう、思われ、どうお考えになったのかっていうところも非常に、興味深いところであります。私が、僭越ながら、この立花党首の、発言に対して、思ったところで、言いますと、
やはり、その、もう従来のシステムに全く囚われてない豊かな思考回路だなと、もう、もう本当に感銘を受けております。まあ今までの議論ですね、例えばその2万5千坪あると言われている土地を半分売却してコストダウンをするとか、例えば民営化にしてしまうとか、現在の NHK に対して納得されていない方がほとんどですから、やはりそういった方々に納得していただき、共感していただくための素晴らしい案であり、議論だったと思うんですけども、この立花党首にもうそもそもNHK が自社ビルを持つ必要があるのかと、NHK が自社設備を構える必要があるのかっていう、もう根本的なとこから議論をしたいっていうふうに立花党首がおっしゃっていることに関して、私はもう本当に、深く感銘を受けております。そして、まあ、立花党首が言ってましたけども、NHK の設備とか建物を貸し出すためには総務省の現在認可が必要だということをおっしゃってましたけども、外部のね、まあ、ファミリー企業の、方に、まあ、出資して、そこが作れば、いろんな方に貸し出したりすることもできると。で、まあ、特に具体的にね、YouTuber に貸し出したりすることもできるっていうふうに、立花さんはおっしゃってましたけども、これは非常に興味深いところでありまして、それなぜかと言いますと、これ NHK の皆様の、お声っていうところの、ホームページにもしっかり記載されているんですけども、NHK の視聴者って、ほとんどが70代なんですよ。もう第1位が70代ですね。で、80代の方まではそのカテゴリーにないんですね。70代が一番上なんですね。なので、まあ実際やっぱ80代の方も非常に見て、多くの方が NHK を多分視聴されてらっしゃると思いますし、一番多いのが一応70代ということで、でその次が60代、まあ50代ということなんですけども、この10代20代30代の方々ってもうほとんど NHK 見てないんですね。まあやはり働き盛りとかね、そういうこともあると思いますし、まあもちろんインターネットの普及とともに、まあね、10代20代の方々がどういったことでの、まあその時間の使い方っていうのは、まあものすごい携帯電話に対して時間を使っているということで、その中でのやっぱりサービスっていうのをよく利用するので、やっぱり NHK とかテレビとかってもうほとんど見ないんですよね。で、その中で、立花投資がそういうふうにお考え、例えば YouTube に貸し出せるってことは、まあ、基本的には若い方ですよね。まあ、10代、20代、30代の方をメインに貸し出したりするっていうことは、俗に言う、拡散力のある人たちが NHK のスタジオを使うことによって、若い人たちにも、この NHK とのその接点が生み出されて、若い人たちにも、その NHK と触れ合ったり、NHK を知る公共放送局を、まあ利用するとか、すごいその、なんていうんですか、親しみやすい感じになっていく、そしてまた近い距離になっていくんじゃないかなと思うんですね。で、今回はその東京都の渋谷の放送センターになるので、東京都とかね、まあ埼玉とか、まあ神奈川とか、近い千葉とか、そういう関東圏の方が、そこの、まあスタジオを使ったりするっていうこともあると思いますので、非常にその地域密着っていうのもあるのじゃないかなっていうふうに思います。そういったことも含めて、NHK ってやっぱ今現在の NHK ってやっぱ未来に希望はないと思うんですね。どういうふうにこれを改善し改革を起こすかで、やっぱりこの NHK の未来って大きく変わってくるわけじゃないですか。しかもそれが国民の皆様になるべく納得していただくという形で改革を行っていくべきですから、やはりそこにとってもこの若者を取り入れながら、なんていうんですかね、その、新しい形での、その NHK っていう、その主張をするためには、やはり立花党首がおっしゃるような、本当に今までの、もうその規制概念を全く無視した、全くそこに囚われない思考、力がですね、本当に鍵になるなっていうふうに私はもう思っておりますので、この立花党首がですね、今後の NHK の新しい会長に私はぴったりなんじゃないかなというふうに思っております。まあ、NHK のね、方々からしたらね、もう嫌でしょうけどね。でも、やはり国民の皆様に納得していただく、本当にこの国の、ね、本当に忖度なく、本当にこの国の、未来を考えたときに、NHK の未来を考えたときに、立花党首のような、豊かな思考回路、思考、能力を持った方に、まず、バトンタッチするのが重要なのではないかなというふうに私は思っております。ということで、動画は最後、動画は本日以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは埼玉県戸田市より NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。